ミッションがついているんですよ、これに。ここ、幸運ピースが繋ぐんですよ。今、傾いてるんですけど。あー、これで分かった。分かったですか？ここ、あー、そうなんだ。そう。で、これでシャフト通って。そう。シャフト通ってんだ、これ。ほら、まあ、これがシャフトですね。あ、本当だ。これさ、ヤンマーって書いてあったよね。あ、でもこれ違うのかな、ヤンマーが売っただけなのかな。野沢のトレーラーですね、これは。野沢のだけど、ヤンマーが当時売ってたんですね。ヤンマーブランドで。へえ。これもだから、これなかなかつなげてさ、走ると見事だよね、長くてね。そうっすね。ただ重たくて乗りづらい。自分もこれ何台も持ってたんですよ、駆動トレーラー好きで。変なとこ走れるじゃないですか、四駆だから。ちょっと面白かったんだ、うん、面白かったんです当時は。ただいざ使い回しは厳しいんかい。重たいんですよ。でハンドル切れないんですよ、これギアボックスだから。小回りが効かない。普通のトレーラーだとピンで刺さってるだけじゃないですか。だから結構ギリギリまで曲げられるじゃないですか、うん、これでギアボックスだからある程度までしか曲がれないんですよ。この角度の制限があって。ここ V ベルトはさ、ええ、前と連動してるわけじゃない？そう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 。曲がるのがここからなんです。ここがほら。幸運機はここが幸運機、ここまで。で曲がる視点が変わるんですよ。ほらここで曲がるから。ああ、そうかそうかそうかそうそうそう。トレーラー側で視点があるんで。あ、要はあれかい。長すぎるから曲がれないってこと？長すぎるのとこの角度が浅い。意外と重たいのと。あ、そうか。そう、ここまでなんだ。そう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 。まあ結構曲がるんですけどね、うん、だけど本来そっちの普通のトレーラーだとほら90度いけるじゃん。そうそう、これ90度いかないもんね。そうそう、だから意外と角度がこうなんだ。そう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 。あとトレーラー自体も重いしなるほどね、うん、ただやっぱ結構四駆だが強いから変なとこ走れるし、田んぼとかも。このスピードは前のタイヤと後ろのタイヤはこのプーリーで合わせるんですね。その幸運機専用にプーリー変えちゃって。あ、プーリーでそこで合わせてるの。これ交換するわけじゃ。そう、その機種に合わせたプーリーがあったんだ当時。だからこれだけあってもダメなんですよ。合わせたプーリーが欲しくなるから自分でプーリー加工して作らないと合ったサイズ。今はこれ綺麗にして直そうよ。これはこれブレーキ抜けちゃってるんで。ああそうなんだ。ただまあ仕事させるわけじゃないだろうから。野沢なのこれ。プレートついてないか。でも綺麗だよ。あ、うん、違うか。あ、これただの煽り。でも綺麗だよな。でもこの辺はちょっと手作り感あんのね。そうっすね、古いんで昔のなんで。え、この鉄板もあれかな、野沢製なのかな。そうっす、トレーラーもう完全に野沢のトレーラー OEM ですね、やっぱり。ブレーキさ、そう、油圧なんすよ。車と同じです、これは。そうなんだ。だからこの駆動トレーラー修理大変なんすよ。機械式ブレーキだったらいくらでも直せるんですけど、油圧ブレーキだから直すのめんどくさくて。油圧ブレーキっていうのはさ、ええ、ただ油通ってて押すだけだよね。そう、違う、あの車のブレーキ、シリンダーがついてるだけでしょ。車のと同じ、ピストンが、うん、車のドラムブレーキと同じ。てかこれ難しくはないよね。あ、構造は簡単ですよ、うん、ただほら車の部品使ってあるんですけど、ここは、うんうんうん、その何どの部品か分かんないんですよ。サイズでだから合うのを探すしかないんで。であとほら乗らないとすぐブレーキダメになっちゃうんで、油圧は、うんうんうん、油圧なんだ。なんで油圧にしたんだろうって思っちゃうけど、踏み心地か。多分駆動かけるからその分ブレーキも強くないといけないからっつ。ちょっとやっぱ機械式だと心もとなさがあったのかな。そうそう。